ンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、今日はねパッちゃんの可愛い姿をお届けしつつ、私は怒っている。まあ怒っているというよりはね、ちょっと考えるというか思うところがあり、動画を回しております。今日はねなんかお話をしながら、こんな感じで動画を回していこうかなと思っております。何かと言いますと、レプタイルズショーだったりだとか、そういう、即売イベントですよね。のことでね、ちょっと思うことがありまして、というところでございます。今回ですね、私、ちょっとお手伝いする機会がありまして、キタレプというやつ、北レプっていうのかな、キタレプっていうのはどっちで訳かはちょっとわかんないんだけど、ありまして、で、私が何をしたかっていうと、簡単に言うと、お手伝いの内容は、私特に資格とかね、そういうのを持ってるわけではないので、やれる内容はですね、初心者の方にちょっと飼育のレクチャーをするっていうところで、やっておりました。で、ああいうイベントですね、飼育の初心者の方はよく来るんですよ。買ったことない人。もしくは動物の知識が全然ないけど、動物園に来るような感覚でいろんな動物見れるからっていうので来る方も結構いるんですよね。で、するとですね、そういう方々って何が起きるかっていうと、衝動買いしてしまうんですよ。買ったことないけど買ってみるみたいな。お値段もそのイベントの時だから安いのでね、っていうので、買う方もいらっしゃるわけですよ。なんでそういう方のために、いい方あんまりよろしくないんですけれども、変な初心者、自分で調べようとしない初心者の方もいるわけですよ。言われたことだけやってっていう風な形。で、試行錯誤をしないっていう人ですね。っていうのもいて、するとですね、そういうところに、生態が行ってしまいますと、どうしてもですね、悲しい目に遭うんですわ。はい。で、どういうことが起きるかっていうと、飼育崩壊ですね。たった一匹ではあるんですけれども、結構放置して飼育してしまったりだとか、餌がこううまく与えられていなかったりだとか、体調を崩してしまうだとか、怪我をしてしまう、もう最悪の場合亡くなってしまうっていうことも起きるんですよね。っていうのを、避けるために、っていうのを、目的に私はちょっとお手伝いをお願いされたというところでございました、今回。一日しかお手伝いとしては行ってないんですけれども。はい。で、即売イベントでね、よく言われる、まだ売るべきじゃない状態で売ってることって多いじゃ多いんですよ。そこはね、ブリーダーさん側だったりっていうところの責任でもあるんですけれども、ちょっとこう、お手伝いの方をさせていただいて、販売する側ですね、の、側面から私が見てですね、で、プラス私買い手でもあるので、買い手からの目線でも行くと、まず売り手の方からだけでいくと、やっぱりああいうイベントに出店するっていうところで、なんでですかね、オファーされる場合もあるわけですよ。自分たちで、やるわけではなくて、オファーされているので、それに向けてっていうところ。それとですね、どうしてもそのイベントに間に合うようにってなるとですね、ちょっと売るには早いんだけど、わかってるんだけどっていうふうな形でね、売っている業者もあります。それは実情だと思います。ただ、正直、ショップ側が言っていないっていうのはありますね。すごいグレーゾーン。グレーもグレーなんですよ。グレーもグレーで、本当は売っちゃいけないくらいのベビー。フクロモモンガのベビーだったりとか、レオパに関しても、レオパとかもね、本当に生まれて、もう間もないよね、くらいな感じの子で、こう、えずいてなかったりとかっていうところがあるので、そういう子が、初心者のお家に行くとですね、どうしても、はっきり言います。ちゃんと調べて、ちゃんと、対応して、こう、様子とかもしっかり確認してあげられる、こまめな人じゃなければ、多分そのタイミングでなくなります。そりゃそうですよ。
初心者の方が全部対応できるわけないですからね。なのでそういう初心者のところに行かないようにするのも売り手側の義務ではありますし、売り手側としても本来はそれで売ってはいけないっていうところをより気をつけていかなければならないところ、まあこれに関してはブリーダーさんショップの方の意向というところもあるので、あの結構言われていることもね全然あるとは思うんですけれども、そういう事情もあるということは、買い手側も理解してあげる必要があるんじゃないかなと思います。はい。で今回ですね、この動画を撮り始めた理由の一つがですね、まあそのキタレプですね終わってからおよそ1週間2週間ほど経ったぐらいになりますかね、になるとですね、亡くなってしまったという報告がですねツイッターをメインに上がります。はい、あのインスタではあまり見かけないですね、ほんとツイッターでよく見かけます。するとですね、そんな子を売るなっていう風にまあ言われる方も多いんですけれども、私の見解ですね、炎上するかもしれないです、こんなこと言うと。はっきり言いますが、私から見ると買い手側も本当に責任重大だと思います。様子がおかしいならまず病院に連れて行きましょうよ。例えばですね、まあ、ベビーで買ってしまったとしても、例えばミルクを飲まなかった、今日あまりご飯を食べないな、ぐったりしているなっていうのは見て取れます。あのとてつもない突然死っていうことはほぼほぼないと思います。だんだん弱っていくっていう形だと思います、ベビーちゃんとかね特に。なので買い主側もしっかり様子見ましたかっていうところです。私がですねツイッターを見る限り、はい、あまり調べてない初心者の方っていうのが多いです。本当に申し訳ないですけれども、誰かに聞いたりもしてないんですよ。で朝ちょっとぐったりしてた、うん、とりあえず様子見よう、その時点でダメです。朝ぐったりしていた、病院行きましょう。初心者ならばもうその時点で一回病院行きましょう。もうぐったりしている時点で何かあります。それは本当に体力的に衰弱してしまっているのか、お母さんから話すタイミングが早かったのか、いろんな観点から見れるものはあるかもしれないですけれども、飼い主さんがその時点で動けることなんですよ。そこで動いてあげるだけで命というものが救われる可能性っていうのは全然あります。でもそれをやらなかったっていうのは飼い主側の責任でもあります。それをブリーダーが悪い、ショップが悪いっていう風に言うのはお門違いだと思います。あのはっきり言ってどちらかだけが悪いなんてことはありません。両方悪いと思います。なので早期の対処をしてあげるだけで、救われた可能性だってあるわけですね。まあ、正直あのちゃんと根付いていて、そして、なんていうんですかね、あの母から離れる、そのね、あのお母さん離れっていうのもいいタイミングっていう子が売られているのが、あの一番クリーンな状態だとは思うんですけれども、そういう風にですね出店する側にも、あのどうしてもこのタイミングに合わせなければならないっていうこともあるので、するとそのタイミングに販売ができる子っていうのが絶対にいるかって言われると、その生まれたタイミングとそのイベントが開催するタイミングっていうのがもう固定されてしまってますからね。でも生まれてきて母離れするまでのタイミングっていうのはちょっと分かりかねてしまうことっていうのも多いので、そういう実情も理解した上で、そしてペット飼育をしたことがない初心者さんは衝動で買わないでください。本当に。というよりはペット自体衝動で買っちゃいけないんですよ。基本的にはね。まあ私も買ったことがあります。それこそ最初のギョロメちゃん、フクロモモンガのギョロメちゃんを初めて買った時は衝動買いではありました。しかも私もレプタイルズショーで購入させていただきました。が、初心者であるというのを分かってるので、かなり調べました、自分でも。そして、
私の場合は袋ももが研究所っていうね、あの増光さんがやられているその研究所の方にたどり着いて、そちらの方のサロンでたくさん質問させていただいて、そちらの方で飼育指南っていうのをかなり学んで、でただその飼育指南を学んだ上で、うちの子はもしかしたらこうなんじゃないかっていうその個体差というのはあるので、そういうところもしっかり観察をした上で、しっかりと飼育をね進めております。その結果ちゃんとねこうやって皆さん幸せに過ごしてます。まあ、ペットは増えてきているので、ね無責任にペット増やしてんじゃねえよっていう方もいるかもしれませんが、うちの子たちちゃんとしっかりと育っております。無責任な育て方など全くしておりません。それに関しては自負しております。はい。まあ病気になってしまった、病院に通ってしまうことがあったっていう子はいますが、それでも飼育をね放棄したこともないですし、私が飼育をすることの調べるというのをやめたこともありません。飼育者の責任として最低限わからないことは調べる、何かあるのであれば病院へ行くなど、そういうところはしっかりやってほしいですね。なのでなんて言ったらいいんでしょうね、衝動買いをするなとも言わないです。ただ衝動買いをするならそれ相応の覚悟をしてください。ショップばかりを悪く言うのは違いますよ。例えばですね、しっかり全部やったけれどもうまくいかなかったっていう時に、もしかしたらショップが悪いんじゃないかと思うことはあるかもしれませんが、普通に何かの病気を抱えていただとか体力的にっていうところ、あとは環境変化ですね、そういうイベントに連れてきているので、長旅をしています。必ずで遠く遠路はるばるやってきて、そして慣れない土地に来て、で慣れない土地から慣れないお家へ行くっていう形ですね。で慣れないお家へ行った時にしっかりその様子を見てあげるっていうのが私たちの義務ですね。私たちがまず、飼育者側ですね、ストレスがかかっていないかどうかっていうのを見てあげるのも義務です。多分そういうことを怠っている人が多いんですよ、はっきり言いますが。なので例えば環境変化したばかりでまだ慣れていないのにもかかわらずベタベタ触ったりだとか、でその触っている時に絶対に様子がおかしい、例えばおとなしすぎるだとか、あとはビクビク震えているだとか、あと警戒心があるっていう状況でも触っていたりすれば、それはストレスになりますね。例えば嫌な触り方をすればそれはストレスになり、そこからなくなってしまうということはベビーの場合は容易にありえます。なのでそういう様子を見てあげるというのも、購入された、飼い主さん側の義務なんですよね。そういうことを私は怠っているようにしか見えません。ツイッターを見ている限り、ショップの悪口ばかりを書いておりますが、はっきり言って書いても悪いと思いますよ。まあ、たまにはですね、その中にはって言ったらいいのかな、そのショップで無責任に売ってしまってるショップっていうのも確かにあるかもしれないです。でもそこにいる個体たちがすぐに死ぬかと言われたらそうではないんですよ。全然そこから買って長く生きている子っていうのも全然見ます。それは何が良かったかっていうと、飼育者側がしっかりとその子に対して愛情を注ぎ、そして世話をしてあげてるからなんですね。そういうことをしていない状況でショップだけを悪く言うのはお門違いかと思います。はい。動物なので相手はに日本語、言葉は喋りません。言葉を喋らない分、私たち飼育者側がその子たちの様子、それをですねしっかり見てあげなければならないです。そして何か
自分では解決できないであろうことが起きたのであれば、すぐに病院へ連れて行くっていうことをしてください。それこそですね、人間に例えてみるとわかるでしょう。今流行っている新型コロナウイルス、わからないことがたくさんですよね。どういうことが起きるかっていうのは自分たちだけではわからないですよね。まあ、かなりその新型コロナウイルスが流行りだしてから、医療分野の方でね、いろいろと研究が進められて、こういう症状がどうだっていうふうには出てきてますけれども、最初の頃って何が起きるかわかんないっていうのが多かったじゃないですか。味覚障害が残ってしまうだとか、後遺症がどうのだとか、そういう時に皆さんされていたことって、まず病院に相談していたと思うんですね。それは未知のウイルスだから、まずはそういうことを研究開発、そして解明ということをねしてるであろう病院に皆さん行かれてたわけですよ。まあ不安に思ってね、その病院にたくさんの方が行かれたんでね、病院の方でもこうてんやわんやだったりっていうことはあったと思うんですけれども、でもでき得る選択肢っていうのがそういうことだったので、どうしても病院を頼ってしまっていたってことだと思うんですよね。これを動物に置き換えてみてください。動物の様子がおかしい、でも私が見る限りはどうしてあげるのが良いのかわからないってなった時に、一人で悩んで様子を見てそのまましておくのではなく、病院へ連れて行くってならないですか。命に関わる可能性があることですよね。なのでまずは病院へ相談するっていうことをしてみてください。今の時代、電話で相談することもできます。もしくはですね、場所によってはインターネット上からチャットなど、もしくは LINE などで直接相談ができる場合もございます。なのでいろいろなね、病院っていうのを調べながら、そちらの方に相談をしてみるっていうのがまず大事なんじゃないでしょうか。今回ですね、いろいろ Twitter の方で亡くなってしまったという報告を見ます。まあこの2週間3週間とかね経つとね、1週間2週間、まあ3週間ぐらいかな、長くてもすると、亡くなってしまったという報告がどうしても出てきます。ただこの期間何が起きていたかというと、衰弱していってたんだと思うんですよね。様子をちゃんと見てあげず、その子に対する対応を怠り、衰弱し亡くなっているっていうのが私は実情だと思います。中にはどうしても突然死してしまった場合、まあ、何かの病気だったっていうこともあるかもしれません。はい、そういうことの場合も、でもまず飼い主の責任として、病院へ相談することはできたんじゃないでしょうか。そして何かの様子がおかしいっていうところは見れたと思うんですよね。昨日までは元気だったのに朝起きたら急に亡くなっているっていうことは本当に珍しい話だと思います。そんな子が何十匹といるわけがないんですよ。中には数匹、数人の方はね、本当にそういう悲しい思いをしてるかもしれないんですけれども、大体もう 70% から 80% ですかねの方に関してで言うと、様子を見ていたにもかかわらず病院にも行かず放置してしまっていたっていう状態だと私は見て取れました。すごく厳しいお話をすることだと思うんですけど、これって本当に、なんだろうな、ちゃんとその子のことを見てあげてください。そしてその子に対する対応をしてあげてほしいと思います。突然死してしまったっていうことは私も経験としてありますが、例としては稀です。そんなに何匹も何匹もありません。まず衰弱しているっていうところがですね、様子を見ていたら分かります。そこですぐに対応するっていうのが飼い主の方がやらなければならないこと。
動物は喋ることができないですからね。はい。なのでちょっと人間に例えつつもね、しっかりと飼い主側が対応してあげてほしいと思います。正直、無責任に売っているショップというのがあるのは実情です。ですが、飼い主側が無責任に飼っているということもあるのは実情です。なので、しっかりとまず飼い主側が、こう、ちゃんと見てあげる、様子を確認してあげるということを行ってください。早期発見によってですね、助かる命というのは本当にたくさんあります。なので、ショップが悪いとか、なんだらかんだら言う前にやることがあるんじゃないですか？皆さん。やることやらずに嘆いたって仕方ないんです。やることやってから嘆いてください。やることやったけれどもっていうところだったとしても、もしかするとその子がもともと弱い子っていうこともあり得ます。何でもかんでも他人のせいにしてはいけません。自分にも責任があるということを感じながら動物飼育をしていってほしいと思います。今回ね、すごく真面目な動画で、この映ってる映像とはね、なんかかけ離れたことを言っていますけれども、実際そういうことだと思っております。なので今回このように動画を撮らせていただきました。すごいかなりね、真面目なことを言っております。炎上するかもしれないです。ただし、一つだけ皆さん覚えておいてください。誰が悪いということではないんです。実際は、他人が悪いというふうに他人に押し付けるというようにするのではなく、自分にも落ち度がないかどうかというのをしっかりと確認しながら前に進んでみてください。人のせいにばかりしてはいけないですよ。しっかり様子を見ながら、しっかりその子に対する対応というのをしてあげてください。それが飼い主側の、義務だと思います。はい、というところでございます。今日は動画はこの辺にしておこうかと思います。もし何かね、共感することがあったりだとか、思うことがありましたら、全然コメント欄に書いていただければと思います。また、私はこのようにですね、動物飼育に関することだとか、動物の様子だとかっていうところ、動画にアップさせていただいておりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。よろしければ次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。